えどうも、今回は FX の勝ち負け、勢力図をね、ピラミッドにしましたので、紹介させていただきます。まだいたい私の頭の中ではですね、FX を始めるぞと思ったその日から、こんな図がぼんやりと浮かんでいたんですよね。まあ小泉進次郎さんじゃないですけども、まあ、鮮明にじゃないけども、おぼろげにこういう図が浮かんできたんですよってい言い方ですかね。はい、これについて解説していきます。全体のピラミッド。 これが FX をしている、このね、人口とでも言いますか。もしくは少しでもしたことがある人です。で、真ん中よりもちょっと上の方に、このデバイス、線が引いて分けられてますけども、これは勝ち越している人と負け越している人の、これ線ですね。で、勝ち越している人は、勝ち越したままやめる例ももちろんあります。 賢い例ですよねそれぞれ FX から取り出したい勝ち金勝ち越しの金額っていうのは違いますからね100万買ったからやめるっていう人もいると思いますし1000万買ったからやめるっていう人もいると思います1億稼いだからもういいやってやめる人もいると思いますし中には永久っていってねとてつもなく稼ぎ続けてもういろんな方面にその FX の 投資のスキルをね、使っていく人もいるんじゃないかなと思います。で、負け越しの人の中にはですね、負けてるんだけども、まだ続ける人がいます。そういう人の中で、勝ち越しに進む人はいますね、当然。最初は誰しも負け越しなんですよ。もしくは、勝ち越しの間に、何らかのミスで大きな資金を失って、負け越しに変わる人もいます。そういう人は、 勝ち越しに戻るのはそんなに難しいことではありませんこの負け越している人の負け越しトータル金額とこの勝ち越している人の勝ち越しのトータルの金額これは基本的に一緒ですよねゼロサムゲームなわけですからねゼロサムゲームっていうのはすごく面白い見方がありますゼロサムゲームだから勝てないよっていう人がいるんですよ でも、ゼロサムゲームってことは、必ず誰かが勝っているってことですよね。だから、こっちの領域に来る方法はあるわけですよ。まあ、そのことについてね、私の FX オリアルヒで、日々、いろいろな勉強してるわけですけどね。で、負け越しの人の中には、置き銭っていうグループがあります。これは何かっていうと、FX を少しやってみた。10万負けた。もうこれ以上は。 FX やっても無駄だなと思ってね10万の負けをよしとして FX を去っていく人ですそうするとその10万円ってのはそのまんま勝ち越しの人の勝ち越し金額になりますだって負け越して置き銭で去っていくわけですからお金だけ FX の世界に置いて退場するわけですよこういったのがあるから勝ち越しの人っていうのはまあ言ってみればおいしいんですよね で勝ち越してる人が気が抜けないのはね負け越しの人の中でこっちの世界に入ってくる人がいるってことなんですよですんで勝ち越しの人と負け越しの人ってのはこのあたりのレベルでたまに入れ替わりますねもう負け越した人が力をつけて勝ち越しに来る勝ち越した人がちょっとしたミスで負け越しに変わる まあそんな入れ替わり劇がここでは結構あると思います。この辺りではね。まあ例えば、今月は勝ち越したけども、先月は負け越したな、みたいな。そんな、ぎったんばったんしてる人は結構いると思いますよ。あとは、資金の配分間違えて、コツコツと勝ち越していたのに、ドカーンと負け越しちゃう人っていうのはね、いると思います。だから勝ち越しの人の中でも、 本当にね、資金管理を緻密にして、ここに行くっていうのが、まあ、B 級になる、勝ち越しのメンバーの目指すとこですね。まあ、A 級っていうのはね、もう完全にね、ずっと勝ち越しです。なぜなら、勝ったお金の元金を全部外に出して、FX の証券口座の中に入っているお金を全部失っても、結局取り出した金額で勝ち越してるっていう、まあ、安全権にいる人ですね。 まあこういう風な人は、資金管理の面でも、メンタルの制御の面でも、かなり卓越してるかなと思います。書籍を書いてベストセラーになっちゃったり、それこそ海外であの自由気ままに暮らしてるっていう世界の人かもしれませんね。まあ、勝ち越しの人の大部分というかね、どの部分かはちょっとね、はっきり分かりませんけども、勝ち越してる人の中には、本当に普通のサラリーマンと同じようなね、感覚でやってる人が結構多いと思いますよ。 例えばスーパーに行っても別に高いものを買うわけじゃなくてつつましくやってるとねで FX で勝ち越しているんだけども毎月毎月例えばね560万の勝ち越しでそのお金を、まあ、大事に使ってるって方です例えば50代とか60代で FX での月収が50万60万っていうと多いように感じますけども退職金も何もないわけですからそれこそね何とかやっといけてるっていう感じです ね、FX での月収50万60万ってまあそんなにね目に見えてあの人すごい金持ちだなっていうふうには見えませんよ、ね、だって一般の会社でも50代60代で月収50万60万ってのはまああり得るわけじゃないですか大いにそう考えていくとそんなにね悠々自適ってわけでもないと思いますまあただ自由度は結構あるかなと思いますけどもね例えば毎日のように自宅にいるとかね で、トレードをしない日ってのは、なんかね、えー、映画を見ているとかね。割と自由に気ままに暮らしている部分はあると思いますけども、だからといって、まあ月収50万60万ではね、笑いる身分ではないかなっていうところです。まあ、月収200、300万を FX から取り出せていると、それなりにもう資金があるってことですから。ね。ですんで、あの、資金管理の面で言うとね、あの、毎月、 月月にに万万って月末に150万まあそういった形でもそんなにねバックボーンの資金がたくさんあるわけではないかなっていうのが推察されますだから本当にもう銀行口座に数億円入ってるっていう人っていうのはトレードの金額もそれなりに大きいそうなってくると毎月の月収っていうのが何十万ってことはありえなくて何百万とかっていう単位になってくると思いますんでそういう人は永久でしょうねもしくは勝ち越した金額でよしじゃあ FX 卒業して なんか別の商売やるかみたいな、まあ、ステップアップしたりとかどっかにスライドしていったりとかする、まあ、そういった FX のいわゆる勝ち確定組じゃないですかね、えー、まあ自分がどのぐらいの立場にいるのかってことを捉えながら進んでいって次はどの地位に向かっていけばいいのかそしてどこでやめるべきなのかこういったバランス感覚非常に大事だと思います置き銭っていうのはもう勝ちようがないですからねだから 30万負けたらやめようかなと思ってる時点で、その人は30万置いて退場する人なんですよ、最初から。うん。でもまあ、正解だと思いますけどもね、自分の力量30万で測って、これがなくなったらもうきっぱりあ諦めようっていう、エグジット、出口を設けてるわけですから。あの、ズブズブとやりすぎるよりもずいぶんいいかもしれないです。まあ、その判断がね、なかなか難しいんですけどね。はい。じゃあ今日はこんなところにしましょうか。お疲れ様です。